川北対合衆国事件は二重国籍者の地位と反逆罪の成立をめぐり争われたアメリカ合衆国の刑事事件である。通称川北事件。被告人の川北智也は日本とアメリカ合衆国の両国から国民として扱われる状態であった1943年から1945年にかけてアメリカ合衆国市民を含む 連合国軍戦争捕虜を虐待して帰国に立した、都がで戦争終結後アメリカが州国において反逆罪で起訴された。それに対して河北は当時アメリカが州国市民権を喪失していたので無罪であると主張した。反逆罪はその行為主体がアメリカが州国市民に限られ外国人には適用されないからである。裁判所は 第一審から終審までいずれの法廷も、川北のアメリカ合衆国市民権喪失の主張を認めず、川北が二重国籍者であり、反逆罪について有罪と判断し、死刑を言い渡した。1952年に合衆国最高裁判所が下した判決は、他国民としての権利の享受や義務の遂行が原則として、アメリカ合衆国市民権の喪失自由にならない。 ことを示したリーディングケースであり、後年多くの裁判で茂国籍者の権利を擁護する根拠として引用されている。川北智也は、1921年9月26日、日本国籍を持つ両親の間にカリフォルニア州で生まれた。両親は共にアメリカ合衆国の国籍と市民権を有していなかったが、川北はアメリカ合衆国の領内で生まれたことから。 出生地主義の原則により出生と同時にアメリカ合衆国の国籍と市民権を得た。また、父が日本国民であることから河北は出生と同時に日本国籍を取得した。しかし、両親が日本の領事館に彼の出生届を出さなかったために戸籍には記載されなかった。当時の日本の国籍法には国籍留保制度がなく、 在外交換への届け出は日本国籍取得の必要条件ではなかった。川北の父は1906年にメキシコに出稼ぎに行き、数年後カリフォルニアに移住し州内を転々とした後、米北国境のマチインペリアル軍カレクシコに定住した。父はその後、同軍の軍庁所在地エルセントロの日本人海会長を務めるまでに成功した。川北一家は カレクシコのユニオン協会に通っていたが、同じ協会に通う日系2世にアイバトグリがいた。アイバトグリも東京ローズとして川北と同じく戦後アメリカで反逆罪に問われることになる。両者の類似性から川北は男性版東京ローズとも言われるが、アイバトグリが1970年代にアメリカが収国市民権を取り戻し名誉を回復し、晩年には アメリカ合衆国の愛国者として称賛されたのに、対し、川北はアメリカ合衆国市民権を剥奪されたままであった点が異なる。大鉱山鉱山跡に残る煙突。鉱山から茅鉄道で約1 0トル離れた阿蘇海の近くに捕虜収容所があった。川北は1939年、アメリカ合衆国のパスポートで日本に渡航し、父の知人で後に 内閣総理大臣になる三木武雄の家に身を寄せ、アメリカ合衆国民として明治大学に入学した。ところが在学中、太平洋戦争が勃発し、河北は帰国することができなくなった。河北は適正外国人として特別高等警察の監視対象となった。大学を卒業した河北は三木の勧めで、三木の義父森徳明が創設した森コンツェルンの 公正企業である日本夜勤工業に入社した。入社には日本国籍を証明する必要があったので、川北は1943年、おじの養子となり、戸籍に名前を載せ外国人登録を取り消した。これにより川北は特攻警察の監視対象から外れた。日本夜勤工業は京都府の大鉱山にニッケル鉱山を所有していた。ニッケルは 兵器の製造に欠かせない鉱物であるが、日本はそのほとんどを輸入に頼っていた。そのため輸入が途絶えた、戦中、日本政府は、数少ない国内鉱山である大鉱山鉱山の採掘と生成を重要視し、さらなる開発促進を図った。当初、鉱山の労働力は強制徴用された、朝鮮半島出身者によって賄われたが、ニッケルの需要が高まり、 労働力不足を補うために連合国軍の戦争捕虜が投入された。大阪捕虜収容所大鉱山文書が作られ、最初にカナダとイギリスの捕虜が送り込まれ、ニッケルの採掘と生成に当たった。1944年アメリカ兵が捕虜収容所に入所し、オランダ、ノルウェー、オーストラリアの捕虜も加わり、鉱山労働に従事させられた。 ここに収容されたアメリカ兵捕虜約400人はすべてバターン氏の更新の生き残りであった。物資や食料が不足した劣悪で不衛生な環境の中で大鉱山の作業場と捕虜収容所では生産工場のために衰弱した捕虜を木刀で殴ったりを水槽に投げ込んだりする虐待行為が日常的に見られた。捕虜の間に階級が生じ、 権力を持った捕虜が捕虜を虐待することもあった。戦後解放されるまでに収容された全捕虜の約1割が命を落とした。川北は1944年から終戦まで大阪府虜収容所大鉱山文書と大鉱山ニッケル鉱山において連合国軍、戦争捕虜の通訳として働いた。アメリカ軍兵士が入所することを知ったとき、北は 森清に仕事を辞めさせてほしいと頼んだが、聞き入れられなかった。基礎上によると、川北は赤十字救援物資を盗んだ、戦争捕虜を気絶するまで殴るなど数々の虐待に参加し、アメリカ合衆国とその戦争捕虜を侮辱する発言を繰り返したとされる。その他基礎上には、あるアメリカ人捕虜が日本兵によって汚水槽に突き落とされ、はい上がろうとしたところ、 川北に再び突き落とされたことがあったとも記されている。また、捕虜を虐待するため川北は木刀を携帯していたと後に元戦争捕虜が証言している。これについて川北は木刀ではなくステッキだと裁判で反論したが認められなかった。捕虜たちは川北を嫌い川北をミートボールと呼んでいたという。ミートボールは 当時、マヌケを意味するスラングとして使われ、またに正気の別称でもあった。日本敗北の色が濃くなった1945年3月、川北は自分はアメリカ人なのだから終実際に戦後、川北は横浜のアメリカ合衆国領事館で戦時中アメリカ合衆国の市民権喪失の原因となる行為をしていないと宣誓し、 アメリカ合衆国のパスポートの更新に成功した。川北は先誓書の中で1939年からの日本居住を一時居住とし、自分は出生時から二重国籍だったが警察とおじから圧力をかけられるまで戸籍に名前を載せていなかったと述べ、日本への帰化、中世先生、選挙権の行使をしたことがないと誓った。川北は日本国籍を離脱した。 1946年に川北はカリフォルニアに帰郷し南カリフォルニア大学に入学した。まもなく川北はロサンゼルス東部ボイルハイツ地区の百貨店シアーズで買い物をしているところを元戦争捕虜に発見され連邦捜査局に突き出され戦時中の行為がアメリカ合衆国に対する反逆罪に該当するとして起訴された。第一審は ロサンゼルスのカリフォルニア南区連邦地方裁判所で行われた。担当裁判官は厳罰主義で有名なウィリアム・マシスであった。陪審員の構成は性別では女性9人、男性3人であり、民族別ではヨーロッパ系10人、アフリカ系1人、日系1人であった。陪審長はヨーロッパ系男性であり、非ヨーロッパ系の2人はいずれも女性であった。 三人の女性陪審員が無罪を主張し、陪審の表議は紛糾した。表議四日目にして、陪審長は全員一致した結論を得られる見通しが、立たないことを理由に、陪審の解任をマシス裁判官に願い出た。しかし、マシスはこの願い出を拒否し、表議の続行を求めた。振動から陪審員二人が気をしない、他に、陪審員三人が、 意思の付き添いを必要とする事態となった。川北は彼が言ったとされる個々の暴行について無罪を主張することはなかった。彼の弁護人は川北は一連の暴行については有罪かもしれないが、それが日本を利したことにならないと主張した。1948年9月2日、陪審員は全会一致でイン13の行為のうち8の行為が事実であり、 敵国を利する行為であったと判断した。川北は反逆罪について有罪の表決を受けた。川北の弁護人は、陪審員に対する脅迫や秘密漏洩義務違反があったとして表決の無効を訴えたが、マシスはこれを却下した。1948年10月6日、マシスは川北に死刑を言い渡した。マシスは川北の罪を 数人のアメリカ兵を殴った罪ではなく、彼が生まれ、彼に恩恵を与えた国を裏切った罪であると定義し、被告人が大日本帝国の勝利を目的に働いたことと、被告人がアメリカ合衆国に忠誠義務を負っていたことが反逆罪の構成要件を満たすと述べた。川北は上訴したが、高訴裁判所も有罪を支持し、1952年6月2日、 最高裁判所で有罪と死刑が確定した。反逆罪で有罪の判決が確定したことにより、川北のアメリカ合衆国の国籍及び市民権は剥奪された。この裁判の最大の争点は、日本の国籍法の規定により、日本国籍を有する被告人にアメリカ合衆国の反逆罪を適用することができるかという点にあった。反逆罪は、 アメリカが衆国市民権を持たない者、すなわち外国人には適用されないからである。川北は1943年におじおこしとする戸籍に入ったことにより日本に帰化したとみなされると主張した。そして日本の軍隊のために働き、天皇及び日本政府に忠誠を誓い、日本国民として、 軍需産業に従事したことは、1940年国籍法の第401条が規定する市民権喪失自由に該当し、控訴事実に指摘された行為より前に、自身のアメリカ合衆国市民権は失われていたと主張した。行為時に、アメリカ合衆国市民でなかったことを理由に、反逆罪の行為主体たり得ないがゆえに無罪で、あるという主張である。 合衆国最高裁判所は4対3で、川北を二重国籍者と判断し、有罪とした。法廷意見は、ウィリアム・オーダグラス判事による。被告人にして上訴人の川北は、生まれながらに、アメリカ合衆国と日本国の二重国籍者である。二重国籍は異なる。国の国籍法が競合する結果として不可避であり、長年法的に認められている地位である。 二重国籍者は、両国で国民としての権利と義務が生じる。もう一方の国の国民として、権利を享受し義務を履行しても、法律に特別の規定がある場合を除き、アメリカ合衆国の市民権は失われない。すなわち、被告人は今日まで一度たりとも、アメリカ合衆国市民権を喪失していない。なぜならば、被告人は、父親が、 日本国民であるという事実により、日本の国籍法の規定から生まれながらに、日本国民であった。1943年の養子縁組で、初めて戸籍に名前が記載されたとしても、それは、もともと持っていた日本国籍の存在を確認したに、過ぎず、日本への帰化とみなされるべきではない。したがって、被告人は1940年国籍法第401条の適用を受けない。 また、被告人は、日本軍の兵士ではなく、民間企業の通訳であったから、1940年国籍法、第401条の適用を受けない。さらに、国務省は、X 国の国籍を持つアメリカが州国市民は、X 国に居住している間、X 国に対する忠誠義務を我が国に対する、忠誠義務より優先しても良いと判断している。したがって、 日米二重国籍者である被告人が日本に忠誠を誓っても1940年国籍法第401条による市民権喪失は認められない。被告人は戦時中アメリカが州国市民で亡くなっていたと信じていたと主張するが複数の元捕虜の証言と被告人の言動からその主張に疑いを抱く地方裁判所外審の判断が誤りとは言い難い。 アメリカ合衆国憲法第3条は反逆罪の成立要件として領域的限界を規定しない。死げ国籍者であってもアメリカ合衆国市民はその居住地に関かかわらずアメリカ合衆国に対する忠誠義務を免除されず反逆行為を免責されることはない。死げ国籍者は反逆罪に問われるリスクを回避するために自らの意思で アメリカが衆国市民権を放棄することができる。反逆罪として問われるべき行為は、義務や強制によらない行為者の積極的な自発的行為でなければならない。被告人の捕虜に対する虐待は、上司の命令などでない、被告人の自発的な行為であったと認められる。反逆的な行為は限度を超え必要であり、敵国を利する行為であったと言える。よって、 被告人は合衆国に対する反逆罪について有罪である。主席判事、フレデリック・ビンソンは反対意見を述べた。この反対意見には、ヒューゴ・ブラックとハロールド・バートンが同調した。本件の争点は、被告人が行為時において合衆国市民権を有していたかという点にある。被告人は1943年に、叔父の戸籍に入るまで、日本の警察に、 外国人として扱われていた。被告人のその後の一連の行動は、彼がアメリカ合衆国ではなく、日本にのみ忠誠を払っていたことを証明するもので、ある。したがって、被告人は1943年にアメリカ合衆国の市民権を放棄したと、みなされるべきである。被告人は1946年、アメリカ合衆国のパスポートを取得する目的で、 アメリカ合衆国市民であると主張したが、一度喪失した合衆国市民権は、そのような主張で取り戻せるものではない。被告人は、本件基礎上に述べられた行為をしたときすでに合衆国市民でなかったのであるから、我が国に対する反逆罪を認める原判決は破棄されるべきである。サンクエンティン州立刑務所の死刑執行室、川北はここで、 ガス処刑される予定であった。川北は、ロサンゼルスの軍庭務所に確定死刑囚として、収監されたが、翌年、アイゼンハワー大統領は、川北の刑を終身刑に軽減した。減刑に伴い、川北、両親は減刑運動に奔走したが、1950年代に相次いで死去した。当初、川北に同情する意見は、日系アメリカ人の間に見られなかった。 川北の行為は多くの日系2世の顔に泥を塗ったと受け止められた。ロサンゼルス2世退役軍人協会は日本から帰国する日系アメリカ人の名前と顔写真を新聞に出し、元戦争捕虜や日系アメリカ人の協力を煽り、川北以外の反逆為者を割り出せるようにしてはどうかと提案している。しかし、 川北の死刑が最高裁判所で確定すると日系アメリカ人市民同盟は静官を辞めマイク・マサオカが川北原刑のロビー活動を始めた。また川北がキリスト教の厚い信者となり模範囚となったことから日系人社会外でも宗教会を中心に原刑運動が起きた。日本においても三木武夫を通じて日本の政財界にパイプを持つ川北は 多くの有力者から支援を受けるようになった。日本社会党所属の衆議院議員で、キリスト教会牧師の西村関一が、太平洋戦争の一人の犠牲者に過ぎなかったとして、原型単元運動を起こし、党派を超えて225人の国会議員と300人の聖職者が原型単元の署名に加わった。川北の母校である明治大学の学長は、 裁判が不公正であったことを、米国政府に訴え、すでに要職にあった、ミキや、当時の田中里志三重県知事は、アイゼンハワー大統領に、さらなる原型を嘆願した。裁判の進め方や死刑に関して、アメリカ国内からも疑問の声が出始めた。裁判の見直し賛同者には、カリフォルニア州知事パッド・ブラウンが含まれる。川北を起訴したジェームズ・カーター検察官は、 原型を勧告した。しかし、同一大統領が同一人物に二度の恩赦は、しないという慣習から、アイゼンハワー大統領の時代にはこれ以上の原型は、なかった。また、真珠湾攻撃で芽生えた、反日系人感情が残る、一般市民の間には、川北を含めた、日系アメリカ人に厳しい意見があり、原型には慎重にならざるを得なかった。 新聞には次のような差別語を交えた意見が掲載された。ジョン・カイ・ケネディ大統領の時代になり、西村関一に押された小坂善太郎外務大臣が非公式に、米国政府交換と川北の処遇につき、前所を求め、池田隼人首相も乗り出すなど、日本政府筋からの川北原形要請は続いた。ケネディ大統領は当初、川北の釈放に消極的であったが、 大統領の弟であるロバート・ケネディ司法長官は大統領に釈放を進めた。国務省の日本担当部局も川北の釈放が日米関係に有益だと判断し、この動きを後押ししていた。1963年10月、川北は再入国禁止を条件にケネディ大統領により恩赦を与えられ釈放され、1963年12月に シアトルから日本に向けて立った。羽田空港では、三木武雄の妻である、三木む子ら支援者数人が川北を出迎えた。1978年、57歳になった川北は、その名ただし外務大臣を通じて、アメリカ合衆国に入国許可を求めたが拒否された。川北は、残りの人生を日本で過ごし、二度と生まれ故郷に帰ることは許されなかった。 ノンフィクション作家の下島哲郎はその著書、アメリカ国家反逆罪の中で、収容所内の同性愛関係や、捕虜同士の虐待に触れ、河北は捕虜の虐待に関わっておらず、この事件は偽証に基づく冤罪であったと主張する。河北のみが訴追された背景には、北京反転をめぐる買収劇、同僚通訳との確執、軍人団体の思惑があったとする。 下島はこの著書で講談者ノンフィクション賞を受賞した。下島はイギリス人捕虜フランク・エヴァンスの手記と関係者の証言に基づき、川北事件を検証した。そして、赤十字救援物資配給を担当する戦争捕虜4人が権力を持ち、捕虜による捕虜支配が行われ、そのような支配を文書長は容認し利用していたと説く。また、 河北が暴行したとされる捕虜の一人について、帝国陸軍軍装とビッグフォーによって臨地されたことが横浜裁判で明らかになっており、河北は関与していないと指摘する。複数の捕虜が河北は捕虜を虐待するどころか捕虜のために尽くしていたという証言をした。三木む子は河北から捕虜に肉を食べさせてやりたいから食料調と交渉してくれないかと依頼されたことを語った。 また、捕虜の労働量を減らすよう上司に相談したり、病気の捕虜が病院に行けるよう助けたりしたこともあったという。ブラウン大学准教授の渋沢久子は、著書アメリカ図芸者荒いで、川北が進んで暴力を振るっていたのか上司の命令に従っていただけなのか、今日検証することは難しいと述べながらも、当時のアメリカ社会における日系人に対する偏見と差別が、 後半に反映されていると指摘する。そして、戦後の日本がアメリカの同盟国の一員となり、日本人と日系人のイメージが敵から味方へ転換される過程において、川北は大多数の良い日系人に対する、例外的に悪い日系人という役回りを与えられ、スケープゴートにされたと考える。大鉱山のニッケル鉱山には、川北の他にも、 日米二重国籍者が通訳として雇われていた。その一人は戦後アメリカ合衆国市民権を剥奪されたが、虐待に積極的に関わっていなかったことが、元戦争捕虜たちの証言から明らかになり間もなく市民権を回復し、1997年には極実証を受けた。彼は川北について、区長が抗ったが誰かを殴ったり蹴ったりするのを見たことがないと語っている。 マルキン、川北は極端な例だが二重の中性が危険であることを実証したのは彼ただ一人ではない。2001年9月11日に起きた同時多発テロをきっかけに反米テロ活動に積極的に関わるアメリカ人の存在が明るみに出ると川北の名が再び注目され始めた。アルカイダのアダム・イエヒエ・ガダンが2006年に反逆罪に問われた時には き北以来半世紀ぶりの反逆罪適用事件として報道された。保守派のブロガーでホックスニュースコメンテーターであるフィリピン系アメリカ人のミシェール・マルキンはアメリカ人でありながら日本に愛国心を持つよう教育された日系二世は太平洋戦争中アメリカ合衆国にとって潜在的危険であり日系人の強制収容は正当であったと主張している。マルキンは 日系アメリカ人の危険性の例障として、川北を挙げ、対テロ戦争においても、特定の民族に対し政府は特別の措置を講じるべきであると主張する。ジョン・レオは、その主張をタブーに挑むものと高く評価したが、フレッド・コレマツは民主主義の危機であると懸念を示した。ありがとうございます。